ザブス、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。この番組はドイツの観光や旅行、そして様々な情報をお届けしています。今日はミュンヘンとナチスに関する歴史の第2回目になります。ミュンヘンにはナチスに関する様々な建物が存在し、そして今でもいくつかの建物はオリジナルとして残っています。なぜナチスはミュンヘンにとって重要な場所だったのでしょうか。実際にいくつかの建物を訪れながら解説していこうと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。第1回目の、ね、歴史を見ていただけるとさらに分かりやすくなると思います。また僕は甘いものが好きな人のためのスイーツ動画やビールの動画、そして街歩きの動画なども投稿していますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。1918年の11月に起きた各都市での革命の中心地はミュンヘンでした。そのミュンヘンを治めていたバイエルン王国の王様はオーストリアに亡命して、王様が統治する君主制が崩壊、そしてドイツ全体で見るとドイツ帝国の皇帝ヴィルヘルム2世もオランダに亡命して、そしてドイツ帝国も崩壊ということで、ドイツは民主主義の道に歩み始めます。ミュンヘンで起きた革命の主な指導者は、労働者に多くの支持層を持つ政党の政治家クルト・アイゼナーという方でした。そしてその革命に集まった多くの人もその政党の支持者だったんですね。クルト・アイゼナーは平和主義者であり、共産主義やもしくはその王様が支配する君主制というものに反対する人物だったんです。そのためミュンヘンの革命は一発の銃声もならなかった無血革命ということで、バイエルン王国が崩壊した後、クルート・アイゼナーが暫定政府の首相になります。戦争の後だったのでなかなか経済政策は進まなかったんですが、首相クルート・アイゼナーはさまざまな、ね、改革をしようと試みました。例えば1日労働時間を8時間にして、日曜日はお休み、そして女性の政治参加で、当時は教会、キリスト教が強く教育と結びついていたので、教会と教育を切り離す、そして最後にドイツは第一次世界大戦の責任を認めようと強く訴えました。ただ彼の急激な改革というのが多くの敵を作ってしまい、翌年の1919年の1月の選挙で彼の政党が大敗してしまいます。そして2月にある事件が起きます。選挙に大敗したクルート・アイゼナーはもう自分は首相の立場務まらないということで、彼が働いていたこのちょうど執務の部屋を出て、2月21日の朝10時、今日のような晴天の日だったんですが、辞表をポケットの中に入れてこの道を歩いていました。そしてこのクルート・アイゼナーが歩いている際にいきなり背後から背中と頭を打たれて、クルート・アイゼナーはここで暗殺されてしまったんですね。彼はこの道を通らないで議会に行くよう勧められていたんですが、耳を傾けなかったと言われています。そしてそのクルト・アイゼナーを殺害したのはアントン・グラフ・アルコという民主主義反対、そしてユダヤ人に対して不寛容な人物だったんですね。クルト・アイゼナーが殺害された大きな一つの原因は、クルト・アイゼナー自体がユダヤ人だったからという理由があります。クルト・アイゼナーが暗殺された後、彼の葬儀が執り行われたんですが、見ていただいている写真はその葬儀の列になります。ミュンヘンの市民約10万人が参加して、写真の真ん中には戦争で捕虜となった兵士が花束と写真を持って行進しています。第一次世界大戦を終わらせてくれた英雄として、戦争捕虜の人々は、彼は英雄的存在であったんですね。クルト・アイゼナーの死後、ミュンヘンは大きな政治的混乱と闘争が始まります。政治的混乱の中で左翼、つまり共産党が武力革命を起こし、勝手にレーテ共和国を宣言します。レーテというのは評議会を意味するソビエトと同じ意味になります。ということで、ドイツで唯一バイエルンに共産党による国が誕生します。ただ誕生した後も何度もその中で権力闘争が起き、3度も政権が交代、そしてミュンヘンは共産党の主義者もしくはアナキストによる政治の実験場所となってしまいました。一方、こういった中で市民は1918年11月に起きた革命は何だったのか、失敗だったのか、成功だったのか、そして王様が統治していたの君主制っていうのは悪いことだったのか、じゃあいいことだったのかっていうのが意見が分かれるようになってきたんですね。レーテ共和国、共産主義的な国を終わらせたのが
左翼と反対側の立場にいる右翼の人々、ベルリンの政府の支援を受けてレーテ共和国を終了させて、そして権力を奪取、そして警察を掌握して人々の不安を利用して左翼に関する嘘やデマを流して、そしてユダヤ人に対して反対的な立場だったんですね。またバイエルは民主主義的なワイマール共和国に対して反対的な立場を取っていたので距離を置くようになります。まあ、その時に政治を担っていたのはバイエル人民党という党だったんですが、その党とは別にある党が動き出していました。まず1918年第一次世界大戦中にトゥーレ・ゲゼルシャフトという、反ユダヤ人もしくは国粋主義的な秘密結社が結成されます。その秘密結社の活動拠点というのがミュンヘンの旧市街、今僕がいるマキシミリアン通りのそして目の前にあるこのフィア・ヤーレス・ツァイテンというホテルになります。今でも高級ホテル、五つ星ホテルとして多くの著名人が泊まっているのですが、その翌年1919年に活動家のアントン・トレクスナーという人がこのトゥーレ・ゲゼルシャフトの会員と立ち上げたのがDAP、まさにドイツ労働者党になります。ドイツ労働者党もミュンヘンで立ち上げられて、その活動家のアントン・ドレクスナーは当時ミュンヘンに戻ってきていたヒトラーの演説の才能を見抜いて、彼を政党に引き入れます。そして1920年の2月の24日、ちょうど僕が今歩いて目の前にある世界で一番有名なビアホールレストラン、ホフブロイハウスの一番上の大広間で彼、ヒトラーは演説をして、DAP、ドイツ労働者党を改名して NSDAP、 まさにナチョナルソチャリスムツドイツアルバイターパルタイに改名をして、そして反ユダヤ、反ブルジョワ、そして季語の国有化というのを訴えた25か条の綱領がこの目の前のホフブロイで採択されていきます。ちなみに、トゥーレ・ゲゼルシャフトが利用していた、エンブレムというのが反対方向に回したものがあのナチ党の鍵十字になっています。プロパガンダだけではなくて武力もしくは暴力が必要と感じたヒトラーナチ党は21年にシュトゥルム・アプタイルングという突撃隊を結成して、ミュンヘンの市民に恐怖をばらまいていきます。他にも多くの起業家や貴族たちが彼に賛同して、職場でのネットワークを、提供していきます。1922年には8000人にもの党員になり、1923年には約35,000人、バイエルン州でも有数の政党になっていき、そして1923年にあのミュンヘン駅が起きます。バイエルンは第一次世界大戦前までは比較的自由主義的立場だったんですね。全く血を流され、無血革命によって君主制から共和制になったにもかかわらず、労働者や兵士を基盤とする左翼、つまり共産党によって武力革命が起き、そしてその後も権力闘争の混乱が起きた。そしてその混乱の原因というのが異質な人々、つまりユダヤ人やマルクス主義的な共産党の人々だと考えるようになり、その混乱を収めてくれた右翼に対してシンパシーを感じるようになります。つまりミュンヘンが右翼の中心地になったんですね。短期間の間にものすごい政治的振り幅、そして混乱がある中で、やはり人々っていうのは恐怖や不安を覚えるようになった。また君主制が良かったなっていう、そういった気持ちをうまく巧みにつけ込んでいって権力を奪取、そして力をつけていったのが NSDAP、 ナチ党ということになります。次回は1923年に起きたミュンヘン一揆に関して詳しく説明しようと思います。